ワールドグランプリ3階級チャンピオン、タケル選手の入場です。お待たせいたしました。ただいまに八方園スペシャルマッチを行います。青コーナー、来賓代表 K1 ワールドグランプリ3階級チャンピオン、 K1 サービスチームクリスの所属、世界スーパーライト級チャンピオン、谷山ジム所属、谷山星輝。さあ、この試合スペシャルエキシビションマッチで行われますが、真剣勝負で行います。レディーおめでとうございます。いや、まさか結婚式の会場で試合することがあるなんて思わなかったんで、オファーもらった時びっくりしたんですけど、まあ、でも普段絶対戦うことがないし、でもすごい昔から僕が10代ぐらいの時ですね、最初に皆さんとか共通の試合がいて、みんなでご飯食べたりとか遊んだりとかしてて、でこうして結婚式という舞台で組織軍と戦うことができて、僕はすごく嬉しかったです。ありがとうございます。今日はあの結婚式なんで、やっぱ新郎に花を持たなきゃと思ったんですけど、それも失礼だと思ったんで、今日はもう僕もバチバチやらせていただきました。これも僕からの結婚のお祝いの一つだと思うんで、受け取ってもらって嬉しいです。これからもずっと幸せでいてください。今本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもこんにちは、K1 のキーちゃんと申します。本当に順番がおかしいですね、これは。これの前ですよね、だからやるのは。絶対これ間違ってるでしょ。で、というのもですね、これこうやって喋って、よく喋った、ああ、こう、思い出を、二人の思い出を喋って、で最終的に、トシキ、ハイキックをしてくれと。っていう流れなんです、今日は。まず、普通に考えてください。世界3階級王者、タケルが、バシバシ、バシバシ蹴った後に、僕が蹴ってどうすんだと。何がおもろいんだろう。すごいもう、本当思ってます、僕は。いっぱいあるね。先輩がこんだけ用意してて、なんで俺を2番手にするんだと。まあね、ちょっとあの今のエキシビションっていうこともあって、まあ、たける半端ないキック力ですよ。だけどまあ皆さん、これちょっとあの格闘技関係者やっぱすごい多いので、ちょっと生ずくかったっすね。分かります、分かります、皆さん分かります、分かります。皆さんのその目的にございましょう。
に早めに行く。エグいっすね。今日結婚式ですよ。はい、あのお尻でこう縦に割ってるんですけど、横に割ってるんですよ。僕であのタイキックした人たち一人もまだ分かれてる。おー、素晴らしい。あの皆さん拍手を呼んでください。おめでとうございます。最後はこれについてくれね。さっきあの僕ちょっとあの試合終わって2週間後なんでちょっと筋肉があんまり良くないんで、タケルに書いてもらったんですけど、こいつあのここに自分のサインまで書けるんで、僕が書いたの分かるよ。最後まで触れないから、なんか僕がただ中身じゃみたいになっちゃって、これそろそろ帰ろうさ、帰りましょう、帰りましょう。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。すぐ終わってすぐ着替えてます。結婚式でスパーリングやるってなかなかないっす。発想がすごいなと思って。初任1回の結婚式なんで、ちょっと仕上げできて嬉しかったです。ありがとうございます。花がね、やっぱもうめちゃくちゃ花の塊なんで、結婚式が盛り上がりました。ありがとう、良かったです。本当にこれからも長くお幸せになってください。おめでとうございます。着替えが大変なのでこれぐらいで。ありがとうございます。タケル YouTube チャンネル、ぜひみんなチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。